こんにちは、ハッカです。今日はですね、また新しく作業環境を少し変えたいなと思ってモニターアーム用意してみました。それがこちらです。用意したのはグリーンハウスのディスプレイアームですね。こちらにホワイトモデルと書いています。で、今どういう状況かっていうとですね、こちらメインのモニターの方はエルゴトロンのアーム、こちらも動画で以前紹介したことがありますよね。そしてもう片方の方、こういうよく見かけるタイプの両持ちのアーム使ってます。まあこれちょっとメーカーというのはあんまりなかったかなと、まあ、Amazon で安いやつ買ったイメージではあるんですよね。だからこちらのモニターなんですけど、まあ、高さの調整がやっぱりできないのがちょっと難点だなというところがあるのと、使っていくうちにですね、この関節部分のプラスチックがですね、擦れて粉になってボロボロ落ちてくるようになったんですよ。で、そうなると机の上とか、まあ、キーボードとかにこうボロボロっと粉落ちて、ちょっと嫌だなと、汚れるなというふうに思ってたので、まあ、いっそこれを買い替えようと。で、もう一本エルゴトロンを買うっていうことも考えたんですけど、まあ、せっかくなんで別のメーカーをちょっと試してみて、まあ、どのぐらい違うのかっていうのを、まあ、皆さんにお届けしたいなと思ったわけです。まあ、それで今回選んだのがこちらのグリーンハウスのアームなんですけど、まあ、大体スペックはまあこんな感じなんですよ。まあ、サイズとしては27インチモニターまで対応しているということで、まあ、我が家のこちらの27インチゲーミングモニターも全然問題ないのかなというふうに思ってます。ただこういう数字では見えない使い勝手とか強度の部分とかっていうのはやっぱりどうしてもエルゴトロンと比較してみないとちょっとわからない部分かなと。ざっくりエルゴトロンのスペックはこんな感じなんですよ。これを見るとあのグリーンハウスよりも強度が高いのがまあわかるかなというところですよね。まあ、より重い、より大きなディスプレイに対応できるということなんですよ。で、さらに保証期間が10年というところもエルゴトロンの自信の表れなのかなと。グリーンハウスは1年ですからね。まあ、何はともあれ一回設置してみて両者比べてみたいと思います。では行ってみましょう。はい、セッティング終わりました。グリーンハウスのモニターアームつけてみたんですけど、結構すっきりしてていいんですよ。もう見てください、この机の奥の方がずっともう何もない感じに見えますでしょうかね。だいぶ今モニター高く設定してるんですけど、当然これ結構可動範囲が広くてですね、とこのようにほぼ地面すれすれまでディスプレイ、モニターの高さを低くすることができます。で、ガス圧なんで結構なんかガチガチガチってなったりするんですけど、上に上げるときはすごい軽い力で上がるんですよ。まあ、ある程度調整効くんですけど、なんかやっぱりちょっとねその辺はスムーズではないかなっていう感じはちょっとします。27インチのディスプレイをこう目いっぱいまで上げた時の加担なんですけど、だいたい今21センチですね。まあ、こちらの ASUS のモニターも割とベゼル薄い方なんで21センチっていう形になりますけど、まあ、ベゼル厚いやつだともうちょっと下の方が出っ張ってたりとかというところで、まあ、目安程度に考えてもらえればなと。まあ、大体20センチぐらいはこう机の上から開く感じにはできるよっていうことです。で、これがこちらのエルゴトロンと比べてどうなのかっていうところなんですけど、
このようにエルゴトロンを目いっぱい上げた時とグリーンハウスを目いっぱい上げた時ではやっぱりエルゴトロンの方が若干高く上がるんですよ。まあ、結構この手前行ったりとか奥行ったりの角度でも違ってはくるんですけどね。まあ、大体私が使う時はこのくらいの高さになるかなという感じですね。まあ、ここから、まあ、このくらいのセッティングにして若干斜めにしてあげることでこっちで作業するときにはいいのかなと。で、まあ、こっちでゲームやるときなんかはこれをしっかりと正面に持ってくるっていうやり方がいいんじゃないかなというふうに考えています。今設置直後ではあるんですけど、まあ、もうすでにちょっと気になる部分がありまして、グリーンハウスの部分はやっぱりちょっと硬いですね。特にこの前後とか首振りとかっていうところがちょっと硬いのかなと。特に一番硬いのがですね、あの台座にくっついてる一番下の部分、ここの回転が非常に硬いです。なのでこうディスプレイを持ってこう前後とか左右とかに動かそうと思った時にちょっとうまくいかないところが多いんですよね。その点このエルゴトロンに関しては非常に柔らかく回転するので、まあ、ここは全然こう作りが違うのかなと。やっぱり上下にしても左右にしても動き自体はちょっと雑というか硬かったりやりにくいなっていう部分はあります。ただ強度とか耐久性とかっていうのは、まあ、非常にありそうだなっていうふうに感じるのも事実です。頼りなさっていうのは全くないんですよね。で取り付けの時にクランプの部分にスポンジを挟んでて、まあ、滑り止めっていう形でシールのようになってて貼ったんですけど、これが逆に滑るんですよ。なので左右に振る時にですね、台座がクランプの方を軸にして回ってしまうっていう非常に危うい感じはします。もうちょっと回転部分を柔らかくしてくれたら下の台座のところが回らなくて済むのになっていうのは思いました。まあ、悪いところはこのくらいにして、いいところ、これすごくいいなと思ったのは場所を取らないんですね。どうしてもエルゴトロンって支柱が1本立っててそこからアームがギュッギュッとこう伸びてるような感じになるんですよ。で、私この机壁から離しておいてるのは、実はエルゴトロンのアームがこの机を壁にドン付けした時に後ろにディスプレイが行かなくなってしまうからなんですよね。なので机を壁につけたい方はエルゴトロンではなくてグリーンハウスの方をおすすめします。でグリーンハウスの方がやっぱり短めではあるのと奥行きがあまり取らなくて済むかなっていうのはすごくいい部分だと思います。あともう一ついい点としてはケーブルの収納がすごいスッキリするんですよ。これエルゴトロンよりもグリーンハウスの方がケーブル収納は優れてます。まあ、しっかりとカバーの方にこう沿わせてアームの中に入っていくようなケーブルルーティングができるんですよね。あとは何よりその安さですね。実際に価格差としてはもうグリーンハウスの方が3分の1ぐらいなんですよ。一応なんかアマゾンで言うと、まあ、1万円のところを半額の5000円4000円ぐらいですよっていう風にして売られてるんですけど、キーパーっていうツールで古い価格をずっと調べてるともう1年以上4、5000円ぐらいの幅で推移してるので、おそらくこれ自体、まあ、1万円とかそういう価格で販売されることはあまりないんだろうなと。まあ、対してエルゴトロンは、大体1万4000円ぐらいもキープしてますんで、まあ、やっぱり3分の1で変えて耐久性も申し分ないなと、しっかり使えるなという意味ではグリーンハウス非常におすすめできると思います。ただエルゴトロンを使ってしまうとやっぱりエルゴトロンの方がいいなって感じてしまうのも事実ではあるんですよね。そしてどちらもホワイトということなんですけど、色味とかツヤとかは結構全然違うなと。グリーンハウスの方は結構ツヤありのプラスチックで若干オフホワイトというかアイボリーに近いホワイトなのに対して、こちらのエルゴトロンの方は若干こう青みがかった白ホワイトでマットな感じ、ザラッとした感じがするんですよ。で、ところどころ金属製のパーツも使ってるっていうことで、まあ、結構質感としてはやっぱりエルゴトロンの方が高級感があるかなというふうに感じはします。まあ、アーム自体ほとんど見えなくなるので、まあ、あまり見た目にはこだわらなくてもいいのかなっていうふうに思ったりもします。またしばらく使ってみて、まあ、気づいたことがあったらお伝えしますね。
それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。